マルサンホビー動画チャンネルです。5月21日入荷の、新製品再入荷品のご案内になります。本日は今週の、25日、土曜日に発売になりますマイティストライクフリーダムガンダムのこう、前哨戦として、まずこのライティングフリーダムガンダムの再販などが入っております。さらにはこうプラモデルの新製品、鉄道模型ミニカーの新製品も入荷しておりますので、ぜひご覧になってください。まずは機動戦バンダイの機動戦士ガンダムフリーダムより、ハイグレード144分の1の、ライジングフリーダムガンダムになります。こちらのモデルは、まあ、今後もシードフリーダムの、プラモデルの新作はもう今年中どんどん出てくるんですけども、それの、まあ、一番最初に出ました、キラが登場します。モビルスーツになっております。でこちらの方がメーカーで組み立て完成させたイメージ写真になっております。このプラモデルのシリーズから、シードアクションシステムを取り入れまして、首、腕、あと体が大きく動くようになり、こう非常にこうシードがのモビルスーツがこう取る決めポーズが自然に取れるようになっております。さらに、まあ、背中の翼は広げて、ハイマットモードや、あと武装を展開したハイマットフルバーストモードなどもでき、さらにはこちらにありますモビルアーマー形態への変形も可能になっております。中に入っている、プラパーツがこちらになりまして、まあ、こういったビームエフェクトパーツや、腰の、こう武装のパーツ、あとこう足や背中の武装パーツがついており、あとこちらの方も、背中と足の、武装パーツ、あと頭などの、部品や体の青い部分や羽の青い部分、あと羽の濃い部分の青のパーツになります。でこちらは体の方の青いパーツと、あと羽の、部品が入っており、こちらにも羽の部品や、あと、こうフレームのグレー部品が入っております。でこちらには色のついてないところはこういったシールで、再現することができまして、あとフレームのグレーパーツ、あとシールドや武装、あと体の白い部品や、アンテナの黄色い部品、あと、ビームシールドのエフェクトパーツや赤いパーツなどがここに入っております。でこちらの方が、まあ、完成させましたのがこちらの方になりまして、これはキットをそのまま組み立ててシールを貼って墨入れをして、あと艶消しトップコートを拭いた状態になります。それだけでもこの、色の、再現度が、可能になっております。こうイオプラ成形品になっております。こちらの方は今、こうハイマットフルバーストモード状態をしておりますので、こう背中や腰、あとこうライフルなどを前面に構えたこう集中砲火、ができる仕様の、こう今組み替えにしてあります。で次にご紹介しますのはこちらの方は、バンダイのガンダムシード、デスティニーの方に登場しますザクウォーリアーになります。こちらのタイプは、まあ、セカンドシーズンから一般的な、こう量産機になっておりまして、最初に出ましたモビルツジンよりさらにこう高性能な機体になっております。こちらがメーカーで組み立てしたイメージ写真になっておりますけれども、武装としては、ライフルやシールド、あとトマホークなどがついております。で中の、部品はこちらの方になりまして、オレンジ、緑、白、あとこの動力パイプなど濃いグレーパーツ、あとシールや、ボールジョイントのポリ部品、こちらにも薄い方の緑の装甲部品と、ポリキャップ、あと足や手、あと武装などの、濃いグレーの、部品が入っております。で次にご紹介しますのがこちらも、バンダイの、ハイグレード144分の1シリーズになります、ガンダム シードデスティに登場しますブレイズザクファントムになります。こちらの方はシリーズの中盤までレイが登場していた、モデルになっておりまして、ザクの方にこのファントムウィザードというバックパックを搭載したタイプになっております。こちらの方が、メーカーで組み立てたイメージ写真になっておりますけれども、シールドの方は左右にもつくようになっておりまして、でこの、後ろのパーツの方にはこのミサイルポットなども、ついており、大型のこのブースターユニットもついております。でこちらの方が、メーカーの、あ、ごめんなさい、こちらの方が中のパーツになっておりまして、濃いグレーや薄いグレー、あと紫、赤や、あとポリのボール部品、あとこのちょっとこう、うっすらちょっと、グレーかかった白っぽいこう装甲パーツですね。こちらが入っておりまして、こちらには、ポリキャップで、体やシールドのこの薄い紫パーツ、同じくシールドなどに使う白い部品や赤い部品、あと、武装や足などのこのグレーの部品が入っております。で次にご紹介しますのも、バンダイの、ガンダムシードデスティに登場しますハイグレード144分の1スケールドムトルーパーになります。こちらの方はシリーズ後半の方にラクス陣営の方で登場します、モビルスーツになっておりまして、まあドムの名前を使っておりますので3人の、
こうパイロットが使用しておりました。でこちらの方がメーカーで塗装を組み立てしたイメージ写真になっておりまして、こちらの方にはバズーカーやビームシールド、あとビームサーベルなどの、武装パーツがついており、あとシリアルナンバーを変えられるシールなども入っております。で中の部品はこちらになります。こちらの方にはポリキャップや武器のこのバズーカー、あとこうビームシールドやビームサーベルのエフェクト部品、あとまあ濃い、グレーの部品や赤や、体の紫色の部品が入っております。あとこちらの方には、シールや、フレームのグレー部品、あとこの専用のこの台座の方がついております。でこちらは体の、紫の部品とボールジョイントの、ポリ部品、あとここに、こう黒い体や足などにつく、パーツが入っています。こちらは、バンダイの、機動戦士ガンダム逆襲のシャアに、登場しますハイグレード144分の1のサザビーになります。こちらの方は劇場版の、逆襲のシャアに登場するシャアの方が、登場するモビルスーツになっておりまして、非常にこの、大ボリュームの大型のモビルスーツになっております。でこちらがメーカーで完成させたイメージ写真になっておりまして、あとこちらの方はいろいろなアクションをこう、紹介してるんですけど、パネルの方は格納状態と、こう発射状態をこう再現できるようになっておりまして、そして、ビームサーベルや、ビームショットガン、あと、コックピットの、この、上の頭部のところは開くようになっておりまして、あと、ビームトマホークの方も、こういった、違うエフェクトパーツがついております。プロペラントタンクなども、稼働しまして、大型のシールドもついております。で、こちらが中に入っているプラパーツになりまして、こういった、そのビームトマホーク用や、あと、ビームサーベルのエフェクトパーツ、あと、頭部や体の赤い部品や、オレンジの部品、あと、シールなどが入っております。で、こちらの方には、フレームの、グレー部品と、あと足やこう腕のところに使 う, こう体と赤い部品が入っておりまして、でこちらにはポリ部品と、シールドやこう後ろ の, このスカート部分になる大きな赤い部品が入っています。そしてこちらには武装や体、あとシールドなどのこう黒い部品が入っています。でこちらも、バーニアとかフレームなどのそういったことに使う、黒い部品が入っておりまして、でこちらには、この赤い、腕、足などの装甲パーツが入っており、ファンネルの方はこうやって開いた状態のモデルと閉じた状態のモデルがこちらにはついています。そして次にご紹介しますのは、こちらの方は、こちらバンダイの、ハイグレードのマジンガー Z インフィニティに登場します、マジン144分の1のマジンガー Z、インフィニティバージョンになっております。こちらのモデルの方は、劇場版として登場したマジンガー Z をモデル化したものになっておりまして、今までのマジンガーと違いかなりデザインの方が最新されております。でこちらの方が、そのデザインになっているんですけども、今までこうマジンガーっていうと装甲がこうツルツルしたこう何もモールドとかがなかった状態のものなんですけれども、今度のはもうガンプラみたいにこう様々なところにこうモールドが入ってすごいこうマッシブな感じになったイメージになっております。さらには、こちらの方にこういろいろなこうアクションがありますけれども、専用の台座がついておりますので、このジェットスクランダーなどを搭載してこう飛んでるシーンが再現できますし、あとロケットパンチやドリルミサイル、あと、パイルダーもこう変形して頭部に乗せることができます。でクリアパーツの方は内側の方にモールディングがされておりますので、見る角度によってはこう、その厚みやちょっとこう色合いが変わるように見える部品になっております。そしてこちらの方が中に入っている部品になりまして、こういったシルバーの部品があります。こういったお腹のところがすごいこうモールディングが入った部品になっておりまして、あとこれが、グレーのフレーム部品があります。あとこちらにも腕とかのシルバー部品と、で足などのこう、ブルーの部品が入っています。でこちらはジェットファイルダーの羽の部品や、あと体の青い、部品が入っています。でこちらは黒い、多分肩口の部品だと思うんですけど、こういったのが入っておりまして、でこちらには、黄色の部品とクリアの部品、あとエフェクト部品なども入っており、あと体の黒い部品と透明部品も入っています。こちらもジェットスクランダーのこの羽の部分の赤い4割や、あとこのフレームのグレー部品。あとこちらの方が専用台座になっておりますので、こちらの方でこう飾ることができるようになっております。で次にご紹介しますのは、今度はこちらが、バンダイの30ミニッツミッションズシリーズになります。144分の1スケールの、CL ノバグリーンバージョンになっております。こちらの方は、こう以前出てましたポルタノバのまた新しい新型モデルになっておりまして、こちらがメーカーで組み立てた完成の写真になっております。
で、中に入っている部品は、こちらになりますけれども、こういったグレーの、部品やボールジョイントのポリキャップ、あとフレームや手などのグレー部品、でこちらがナンバリングのシールや、あとカメラの、クリア部品、あと胴体の緑や、濃い、グレーパーツなどがこちらに入っております。で次にご紹介しますのは、こちらの方も30ミニッツミッションズのシリーズになります。こちらは144分の1のポルタノバの宇宙仕様の、グレーになります。こちらの方は、まあ、あのポルタノバをベースにしまして、あの宇宙空間での戦闘に適した装備をしたあのモデルになっております。でこちらが、メーカーで組み立てした完成モデルになっておりまして、まあ、武装の方としては、まあまあ、ライフルや、まあ、左手の方にはあのこうクローの部品などがついております。でこちらの方が中に入っている部品になります。この白い、こう装甲パーツや、こちらの方が武装パーツですね。濃い、黒っぽいようなパーツになっておりまして、でこちらにはあのこうフレーム部品などが入っています。でこちらにもこうナンバリング用のシールや、あとこのフレームの白い部品、装甲の白い部品ですね。それとあと、装甲の薄い、グレーの部品がこちらに入っております。で次に、ご紹介しますのは、こちらも、バンダイの、30ミニッツミッションズシリーズになります。144分の1スケールのこちらがアチェルビーのタイプ B になります。このシリーズは、今のところだと C タイプまで出ておりまして、ちょっとこうそれぞれ色が違います。でこちらの方は青いバージョンになっておりまして、ちょっと髪の毛の、ところを再現したパーツはポニーテールタイプになっております。でこちらがメーカーで塗装を組み立てした、モデルになっておりまして、こちらの方には、まあ、武器としては、ちょっとナイフと、あとこう銃などがついております。で頭のバイザーはこう3段階にこうかつける位置を変えることができます。そしてこのシリーズは、この腕とか足の部分が30ミニッツシスターの、こうリングパーツと同じ形になっておりますので、そちらの方で腕や足の取り替え、あと頭部の方もあのこう取り付けができるようになっておりますので、これでいろいろこうオリジナル の, あのマシンをまたこう作ることができます。で中に入っている部品はこちらになります。この青い頭の部分や、と髪の毛の部品のところや、あとボールジョイントのポリ部品、あとこの濃い青い部品などが入っておりまして、でこちらが、武装やカメラのクリアグリーンのパーツ、あとこうバイザーの部分などの青い部品や、体の少しこう濃いめのブルーの部品、でこちらがあのフェイスパーツが入っておりまして、でここには武装の部品が入っています。でこちらにも濃い青い、装甲部品と、ちょっとこう薄い、紫っぽい色の部品が入っております。で次に、ご紹介しますのは、こちらの方が、こちらは30ミニッツシスターズの、こうシリーズになります。アイドルマスターシャイニーカラーズの、オプションボディーパーツのビヨンドザ、ブルースカイ、カラー A になります。こちらの方はスキンカラーの方が A タイプになっておりますので、あの30ミニッツシスターの、こう A タイプのカラーリングのキャラクターと、組み合わせて楽しむことができます。こちらはボディーパーツですので、頭部部品の方はついておりません。そしてこちらが、まあ、あの中のこう完成の使用例になるんですけれども、足の部分はあのパーツによってこう、2段階、長さが変えられるようになっています。あと胸のところもパーツがいくつか入っておりまして、大きさを変えることができます。でこちらも30ミニッツシスターと連動しておりますので、そちらのこうキャラクターの頭部パーツを持ってきたりとか、当然あのアイドルマスター系のパーツも使えます。さらには、まあ、こちらの方に、まあ、なかなかはないとは思うんですが、こういった、30ミニッツシスターの、キャラクターと武装をあの、セットしまして、まあ、ちょっとこうロボットと人間をこう組み合わせるようなあの形を取ることもできます。で中に入っている部品がこちらになりまして、こういった衣装のこう装飾部品や、この、綺麗なこのシール、色のシールが入っており、あとこの、手のパーツですね、入っています。でスカートの模様の部分はこのペット素材にもプリントされて、シワのついている部品になっております。あとこちらの方が、素肌の部分の、まあ、ももとかの部品が入っておりまして、こちらは衣装の白い部品になります。でこちらがスカートのところについている部品なんですけども、これはあのクリアブラックにラメ加工がされておりますので、ちょっとこう光に当てるとキラキラ光っております。あと、胸や腕のや足などに使う肌色の部品や、この衣装の、ゴールド、あとブルー、白、あと黒の部品などがこちらに入っています。こちらは、30ミニッツシスターの、オプション部品になっておりまして、オプションボディーパーツ、タイプ G02 のカラー C になります。こちらの方はここのボディーパーツだけが入った部品になっておりまして、スキンカラー C に対応したあのモデルになっております。
そしてまあ、カラーシールですから、まあ、ルルチェとかには適用しておりまして、あとリングパーツの方とか足の、靴の裏の部分などが、このカラーに合わせた部品がついております。一応この中に入っている部品としては、こういった、褐色肌の部品や体の黄色い部分で青い部分などが入っており、お手持ちのシスターと組み合わせることによっていろいろなこうカスタマイズができる部品になっております。次にご紹介しますのは、こちらの、バンダイの30ミニッツシスターズの、オプションボディパーツ、タイプ G01 のカラー A になります。こちらの方もボディパーツセットになっておりますので、ここの体の部分だけが入っており、あと体のリングパーツや、あと靴の裏などの部品がこのカラーに対応した、部品になっております。でこちらの方は、まあ、カラー A になってますので、こちらのちょっと明るい、肌色になっております。ですので、まあ、リシェッタなどに対応した部品になっておりまして、あとこう、スーツの青や、あとこう、グレーの部品が入っております。でこういったいろいろな組み合わせによって、オリジナルのシスターが作れるようになっています。あとこちらも、バンダイの30ミニッツシスターのオプションパーツボディセットタイプ G03 のカラー B になります。こちらもボディパーツですので、この、体の部分だけが入った部品になっており、カラー B ですので、ティア車などの、シスターに適用したボディカラーになっております。あと、このボディカラーに合わせた、リングパーツや足の裏の部品が入っておりまして、あとボディパーツの方で、このピンクや白、あとこの肌色の部品などが入っており、こう別売りの、シスターのパーツを組み合わせて、いろいろな、オリジナルシスターを作れるようになっております。で次にご紹介しますのは、こちらの、バンダイの、SD ワールドヒーローズシリーズの、悟空インパルスガンダム、デラックスセットになっております。こちらの方には、悟空インパルスガンダムに装備します、著白海の装甲と、サゴ城の装甲パーツがついております。で、こちらが、組み立てたイメージ写真になっておりまして、まあ、こちらの方が著白海、こちらの方がサゴ城になっております。で、組み合わせをすることによって、この両方の、モードのパーツを、付けることもできるようになっております。で中に入っている部品が、こちらになりまして、色のついてないところはシールでが再現できるようになっております。あと白い部品やこの、ゴールドの部品、青い部品やポリキャップや、グレーの部品、あとこの、クリアのレッドの部品が入ってまして、でこちらの方もクリアレッドの部品が入っています。でこちらにも、ゴールドの、部品と、こちらはクリアブルーの部品が入っています。次にご紹介しますのは、こちらが、バンダイの EXSD シリーズの、ガンダムデスサイズヘル EW 版になります。こちらのモデルは、等身を縮めたこの、SD サイズになっておりまして、ここがメーカーで組み立てしたイメージ写真になっております。で武装の方は展開して、オリジナルのガンプラパーツとして使うこともできます。中の部品はこちらの方になりまして、黄色や白やグレーのパーツがあります。で色のついてないところはシールを貼るようになっており、あとも羽の部分や体の、濃いグレーの部品がここに入っています。で、次にご紹介しますのも、こちらもバンダイの EXSD シリーズの、デスティニーガンダムになります。こちらも、等身を低くしたディフォルメサイズになっております。で、ここがメーカー完成のイメージ写真になっておりまして、パーツを組み替えることによって、オリジナルのガンプラパーツとして使うことができます。であとこちらの方が中に入っている部品になりまして、ポリキャップや色のついてないところはシールでこう再現でき、体の青の部分やこの顔などの薄いグレーの部品が入っています。でこちらには、まあ、背中や足などの赤い部品とアンテナの黄色い部品が入っています。で次にご紹介しますのも、こちらもバンダイの EXSD シリーズのウィングガンダムゼロになります。こちらも等身を縮めたデフォルメサイズになっておりまして、でここがメーカーで組み立て、完成させたイメージ写真になっております。で、パーツは組み替えてオリジナルガンプラパーツとして使えます。で、あとこちらが中に入っている部品です。この赤い足の部分や体の青い部分。あとアンテナの黄色やポリキャップ。あと色のついてないところはシールで再現ができます。あとシールドや背中の羽の部分。あと頭部の、白い部品などがここに入っています。次にご紹介しますのは、こちらもバンダイの EXSD シリーズの、00ガンダムです。こちらも、等身を縮めた SD サイズになっており、ここがメーカー塗装を組み立てしたイメージ写真です。で、パーツも組み替えすることによって、オリジナルガンプラパーツを作れます。で、こちらが中の部品になっております。まあ、赤いこの足の部品やポリキャップの部品。で、色のついてないところはシールドがついてますので、これで再現できます。あと、体などの青い部品や、頭部や武装などの、この白い部品が入っております。で次にご紹介しますのも、こちらも、バンダイの EXSD シリーズの、ガンダムアストレイのレッドフレームです。
こちらも等身を小さくした SD サイズになっておりまして、ここがメーカー組み立てしたイメージ写真です。こちらの方もパーツを組み替えでオリジナルガンプラパーツとして使えます。そして、こちらの方が中に入っている部品になります。色のついてないところはシールで再現できます。で、こう体やあのシールドのグレーパーツや、あとこの頭部や体に使う、白い部品がここに入っておりまして、で、こちらの方には、赤い、部品が入っております。で、次にご紹介しますのは、こちらはコトブキヤの新製品になります。ヘビーウェポンユニットシリーズのホロニックアームズになります。こちらの方は、このクリアブルー成形されました、こういった、剣や槍、で大きな剣などが入っており、それをつなぐジョイントパーツがでいろいろなあの武装として使えるようになっております。でこちらが使用したイメージ写真になっておりますけれども、この後ろについているこのアームがあるんですけれども、これを接続することによってあのこう背中につけたりするあのこう追加装備にすることもでき、武器は単体として、こういったフレームアームガールなどにあの使用することもでき、当然こういったロボットタイプにも使用することができます。でこちらの方はあの中に入っている部品が こちらになるんですが、こういった、ちょっとクリアブルー成形されておりまして、ちょっと見た目も非常にこう綺麗なあの仕上がりになっております。で、こちらの方にもあの剣の部品が入っておりまして、そして、ここがあのそのジョイント系の部品が入っております。でここも同じ、ランナーが、これで2枚入っています。で、次にご紹介しますのは、こちらはあの、コトブキヤの再販品になります。フレームアームガールシリーズのあの、マガツキになります。でこちらがメーカーで塗装を組み立てしたイメージ写真になっておりまして、この武装モードと軽装モードが選べるようになっております。さらにこういろいろこう、クリアパーツなどがついておりまして、こういった部品がすごいこうきらびやかに見えるところもあります。で刀をこう足にセットしてこう攻撃するようなこともでき、で色を塗らなくてもここまでのカラー再現度になっております。さらにはプリント済みのフェイスパーツが入ってますので、こちらの方でいろいろなこう表情に変えることもでき、あと自分でちょっとデカールを貼り替えてあの、表情を変えることもできます。で中に入っている部品がこちらになります。こちらの方が、まずこう髪の毛の部分の、黒いパーツや、あとこの武装や装甲のこの小豆色の部品。でこちらの方にも装甲などの小豆色の部品が入っておりまして、でこちらには、まあ台座のところの部品と、あとこの白い部品があります。でここにはあのフレーム系の部品のグレーのが入ってまして、でこの素肌の、まあ、これは、ジョイント系の部品ですね。それがあります。そして、あと、この、こちらには、あの、台座の部分と、まあ、こちらも素肌の部品や、ちょっとちっちゃな、この、ジョイント部品が入ってます。そして、まあ、ここが、装甲の小豆色の部品で、ここには、あの、こう、黒い、部品が入っていて、これが足やお腹の、素肌部品ですね。で、こちらも、グレーの部品と小豆色の部品で、この辺が胸の部分の部分と、あと赤い、部品がここに入っています。で、ここには、あの、グレーの部品で、この前立ての部分などが入ってます。で、ここが、まあ、膝関節の部分だと思うんですけど、こういった部品も入ってます。で、こちらが、クリアブルーの部品になってまして、まあ、あの、この内側にある、こう、部品と合わせて、こう、ちょっとこう、キラキラした、こう、イメージで見えるようになります。でこちらにはあの刀などの部品が入ってまして、でここに、まあ、いろいろな形をした手首パーツがありますから、武器を持たせたりしたり、いろんな表情付けができます。あとこちらが、プリント済みの、フェイスパーツが3種類と、あとその他にもこのプリントした、パーツなども数点入っております。そしてこちらの方が、水転写シールです。こちらもバンダイ、コトブキヤの、再入荷品になります。フレームアームガールの、エティシアになります。こちらがメーカーで塗装を組み立てしたイメージ写真になっております。こちらの方は基本は素体モードになっておりまして、胸のパーツはちょっと大きさが違うものが入っております。あとちょっとこう、いろいろなこう手首パーツも入っておりまして、こういったちょっとこの色のついたあの手足部品と、あとそれとは別のこの素肌の部品がついております。で顔の方にはこのプリント済みの、フェイスパーツが3種類入っておりまして、それとは別にデカールがついてますので、オリジナルのちょっと表情をあの作ることもできます。そしてこちらの方が中に入っている部品になりますが、こういった髪の毛の、ピンクの部品があって、であとこちらの方にも同じく髪の毛のピンク部品があります。で素肌の、部品ですね。これももあたりと他と手の部分、あ手じゃないか、ジョイントの部分ですね。そしてあとこれが同じく、まあ、手足の、素肌パーツ、あとこちらはあのこう逆に色のついた方のこうメカ的な、手足部品が入っておりまして、
こちらの方が手首パーツになってます。これはこの、色のついた方と、素肌パーツの方が2種類ずつ入っておりまして、こちらの方にも同じようにこの色のついた方と素肌パーツの方が2種類ずつついております。でここにはピンクの、部品と、白い部品と、でここにもピンク色の部品と、あとこの体とかのジョイント、体とジョイント部品が入ってまして、でここが髪の毛のこうボンボンの部分とか、あと素肌のこのジョイント部品ですね。そしてここにも素肌の、ジョイントパーツと同じく、それと同じ形の色付き部品が入ってまして、でここにも、肌色とピンクの部品があります。でここに、このプリント済みフェイスパーツが3種類ありまして、でこれで、あとはプリントされてないフェイスパーツも入ってます。あと体のこのピンク部品と、あと、腰回りなどのこの着色部品が入ってます。それとこれが、水転写シールになってまして、これで表情がまた変えられるようになっております。で次にご紹介しますのは、こちらは長谷川の新製品になります。こちらは24分の1スケールの日産スカイライン GTSR の R31 でカスタムバージョンで、オーバーフェンダー付きになっております。こちらのモデルはまあいろいろこうバージョンが出てるんですけども、さらに今度は、このオーバーフェンダー付きでこの渡辺ホイールも付いております。そしてこの中に入っている、部品はこちらになります。窓ガラスの透明部品などがありまして、でこちらがボディーパーツになってます。これは今度はちゃんと赤い成形色になっております。そしてこちらの方にはライトや他の部分使うこうメッキ部品、あと 3D 出力されたフェンダーパーツですね。あとバンパーなどの部品やウィング、あとグレーのパーツはまあ内装やフレーム、あと足の周りの部品がここに入っております。そしてこちらの方には水転写シールと、あとウィンドマスキング用のデカールシールが入っ、ウィンドマスキングシールが入っております。そしてこちらの方は大島の再販品になります。こちらはKブレイクのセルシオになります。こちらはメーカーで完成させたモデルになっておりまして、非常にこう薄い扁平のタイヤを履いております。そして中の部品はこちらになります。これが窓やライトの透明部品です。そして、これがバンパーの部分になりまして、こちらの方が、ボディーパーツになります。そしてここにはライト類のメッキパーツなどが入っており、あとここにはサイドの、部品が入ってます。でこちらにはゴムタイヤや、あとマフラー、グリルなどのメッキパーツ、あと足回り部品があります。でこちらには内装やテールランプのクリアレッドの部品などが入っておりまして、でここにはメッキのホイールとシャーシが入っています。でこちらに、水転写シールと、あと、ウィンドマスキングシールが入っています。そして次にご紹介しますのも、こちらも、チューンドカーシリーズになりまして、こちらはセフィールのエアロカスタムバージョンになっております。こちらの方は、純正だと思うんですけれども、そのエアロパーツを取り付けたモデルになっておりまして、でここがメーカーで組み立て、完成させたモデルになっております。でこの中に入っている部品がこちらなんですけれども、窓やライト類の透明パーツが入ってまして、でこちらにはバンパーなどの部品やマフラーの、こうメッキパーツ、あと足回りの、パーツが入ってまして、でここには内装や、あとゴムタイヤなどが入っています。でこちらの方が、ボディーパーツになります。でこちらに、メッキのホイールとシャーシー、あと車体に使う方の、足回り部品などが入っておりまして、でこちらにウィンドマスキング、シールと、あと、デカールシールなどが入っています。で次にご紹介しますのは、こちらの方はですね、ドラウィングスというメーカーの新製品になりまして、48分の1スケール の, モラーヌ・ソルニエになります。こちらのモデルの方は、1938年に大量生産が始まったんですけど、この時代としては画期的なこの、完全密閉型風防、あと低翼で1枚バネ、あと引き込み脚というのを採用しております。ただ前側は普通に多分金属とかで作ってると思うんですけど、後ろの方は布張りで作られてる飛行機になっています。そしてこちら中に入っている部品になりますけれども、ちょっとこれは一通りちょっと袋に全部まとめちゃってるんですけど、こういった風に全部ここに収まっております。
まあ、機体パーツ、ウィング、まあ、その他の細かい部品が入っておりまして、やっぱりちょっと説明通り、ここだけちょっとね、こう、モールドの雰囲気が、その昔のこの、飛行機みたいな感じになってまして、こっちの方だけは、ちょっとこう、鉄板みたいなこう打ち付けたような、こう、成形になっています。次にご紹介しますのは、こちらは同友社の新製品になります。72分の1スケールの F22A ラプターになります。こちらのモデルは、ステルス戦闘機ですので、表面が非常につるっとした、こう、シンプルな、デザインになっております。で、武装の方はこの、お腹の中にあるウェポンベイの中に、収納できるようになっておりまして、でこちらがメーカーで塗装組み立てした、モデルになっております。でこちらが中に入っているパーツになります。こちら機体の部品は上下分割になっております。72分の1のスケールですが、非常に大型の機体になっておりまして、まあ、こちらにあと、尾翼やあとこうクリア の, こうキャノピーパーツが入っています。そしてあとこちらはこう、機体の下の方になりまして、ここの部分に、こう、武装の方が、収納される、仕組みになっております。そして、こちらには、その、武装パーツや、あと、細かな、こう、機体に使う部品が入っておりまして、まあ、コックピットの中や、あと、足回りですね、ランディングギアや、それの、こう、カバーなどが、まあ、様々な部品がこちらに入っております。で次にご紹介しますのは、こちらの方は、ドラゴンの、35分の1スケールの新製品になります。セクトンの、セクトン2の、25ポンド砲の自走戦車になります。こちらのモデルの方は、マジックトラックが、追加された、新製品モデルになっております。こちらの方が、まあ、ちょっと、まあ、3D の、こう、イラストになっちゃうんですけれども、まあ、オープンコックピットタイプになっておりますので、そういった戦闘室なども非常に、細かく、こう、再現されております。で、さらには、こういった、連結式のマジックトラックの履帯などが入っており、車体に使います、細かな、こう、装備品なども、きれいに再現されております。ちょっとこちらのモデルの方は、こう、封がしてありますので、ちょっと中見ることができませんので、申し訳ないです。はい。こちらは強小の、18分の1スケール の, こう新製品のミニカーになります。フィアット、500のコーラルレッドになります。こちらのモデルはこう非常にこうコンパクトなこう車体でして、非常に昔からこう日本でもその人気のあります車種の一つになっております。ボディとしてはダイカスト製になっておりますので、こう金属製で重厚感もあります。さらにはこの、後ろ の, エンジンカバーやあとドア、ボンネットなどは、こう、開閉ができるようになっております。で、ちょっと上の、この屋根の部分の、こう、カバーは、ちょっと閉じた状態で再現されておりますので、この中は、ちょっとこのように、見える状態になっておりますけれども、まあ、シートの方も、この薄い茶色い、こう、色の、こう、綺麗な、こう、鮮やかな色になっておりまして、あと、この、こう、非常にシンプルですけど、この運転席周りですね。こういったところも、18分の1のこの大きさですので、再現が可能になっております。で、ホイールはちょっとこういう、クリーム色っぽいような、カラーリングになっておりますので、こちらの方もこの赤と相まって、ちょっとこう、おしゃれに、見えるようになっております。で、次にご紹介しますのは、こちらは、ターマックスの、新製になりまして、64分の1スケールの、バーテックスのトヨタマーク2になります。でこちらの方も同じくターマックスの新製品になりまして、日産シルビアの S13 になります。で、あとこちらの方からは、鉄道模型になるんですけれども、こちらの方はトミックスの、C タイプ小型ディーゼル機関車になります。こちらのモデルは、このようにすごいちっちゃい、こう、列車なんですけ、機関車なんですが、この中にモーターがちゃんと入っておりますので、これ単体で走らせることができます。で、ちょっとこの、淡い、緑色と、ちょっと黄色が、こう、目を引くカラーリングになっておりまして、ちょっとこういう、こう、オリジナルの形ですけれども、非常にこの、コンパクトで愛らしい、こう、機関車になっております。そして次にご紹介しますのは、こちらの方が、マイクロエースの新製品になります。歴1の大型冷蔵車タイプの1950年の2両セットになります。こちらの方には、こういった、冷凍貨物の方が、2台入っておりまして、まあ、通常だと、まあ、このくらいの大きさの貨物なんですが、それよりもさらに大型の、貨物列車になっております。次にご紹介しますのは、こちらの方は、加藤の新製品になります。型番が 10-1847 の、287系パンダクロシオスマイルアドベンチャートレインの、6両セットの特別企画品になっております。こちらの方は、こう、綺麗にラッピングされました、車両の方が、6両入っておりまして、で、中のこのパッケージの方ですね、これも、
加藤だとよくこう濃いあのグリーンのあのパッケージなんですが、あのこのモデルに合わせてこういった薄いこう鮮やかなあの水色の方になっております。で中の方の、車両はこちらの方になっておりまして、こう様々なあのこの動物の方ですね、こちらの方が、こうカラーリングされております。こちらの方にはパンダで、こちらに、ライオンなどがあり、あとこうペンギンなどですね。であとこちらの方にはレッサーパンダなどがあり、シロクマなどで、こちらにはクジラとかシロクマで、キリンやライオン、あとここにもまあパンダなどがこう、プリントされております。一応ちょっと一つどんな感じかあの見てみましょう。こちらの方が中に入っている戦闘車両になっておりますけども、この動物のこのプリントのカラーが非常にこうしっかりしておりますので、ちゃんとこう見なくてもこうすぐパンダだってわかるぐらい綺麗にラッピングされています。でこの、正面のところもこのパンダをイメージしたカラーリングになっておりますので、非常にこの愛らしいあのこうフォルムになっております。でこちらの方にも同じくあのちょっと、まあ、先ほどの横にあった柄とはまた違う、絵面になると思うんですが、こういった、パンダのカラーがすごい綺麗についております。以上が本日入荷した商品になりますので、お客様のご来店お待ちしております。入荷した商品をどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。